皆さんこんこにちは n f t s エンティフ2 4ポッドキャストシリーズへようこそこの n f t s エンティフ2 4ポッドキャストシリーズでは Web3 の市場動向やブロックチェーンその他の新しく登場する技術について世界中の専門家の方にインタビューを行い皆さんの見解を学んでお伝えしてまいります n f t ト t u d i o 2 4は ICP ブロックチェーン上に構築をされた日本初の分散型メディアプラットフォームです Web3 メタバースブロックチェーンにおいて国や言語の壁を取り除いて交流を深めることを目的としていますそして本日の放送では Web3 PT の会長であり自由民主党の衆議院議員でもいらっしゃる平正明さんを再びお迎えすることができました今日はお時間を割いてくださいましてありがとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします この NFT スタジオ24ポッドキャストシリーズ2023はおかげさまで大成功を収めることができました、うん、この2023年の締めくくりとしましてスペシャルゲストを迎えしてこれからスペシャルポッドキャストを開催してまいりますさあいよいよ来たる2024年、うん、Web3 の展望を平正明さんにこれから語っていただきたいと思いますでは早速ですが質問させていただきます、はいはい、よろしくお願いします まず最初のご質問なんですが自民党デジタル社会推進本部は先日日本におけるダオの役割にスポットを当てましたダオルールメイキングハッカソンを開催しましたこのダオは長期的に日本の企業経済にどのように貢献することができますかまずはあのダオルールメイキングハッカソンは自民党本部で4回行われまして。はい えー、あの日本はですね、まあ、面白いのは多種多様な特にその地方創生、まあ、いわゆるローカル経済を活性化する目的で創、えー、生されてる DAO とかもありますし、はい、まあリアルな財産アセットを持って例えば空き家対策でそれを借り上げて、はいえー、いわゆるシェアハウスを運営する、うん、そういった目的を持った DAO もありますので。はい そういった意味ではその日本の社会課題を解決するためにですね、はいえー、DAO がその解決のツールになってるというところがありますですから、まあ、そういった意味ではですね、まあ、いろんな経済的な効果もあると思いますし、えーまあ、これルールメイキング DAO でありますので、はいえー、DAO ってなんとなく始めてるんですねみんな。うん、なのでこれで今 DAO が持ってる課題 法人格があるかかかないかとかですね法人格を持たせるならどういう枠組みで法人格を持たせるのかとか構成員は匿名性が高いのが DAO の特徴ですけどもまあじゃあ登記をしなきゃいけない時にそれはどうするのかとか、えー、税金の関係をどうするのかその DAO 自体が税金を払うのかそれとも構成メンバーが税金を払うのかといったこういったさまざまな 課題ををでですね、まあ、解決をしていいいかななけければいけないので今まさにそのルールメイキング DAO でいろんな方々からあのプレゼン提案をしてもらって来年に向けてですね、まあ、どういうふうな解決をするかガイドラインを作るのか新たな法律を作るのか、まあ、それを来年示していこうというところで今やっています。 なるほど、はい、起爆剤になりうるけれどもなかなかハードルもいろいろありそうだなという、ね、まああのインセンティブ革命、はいえー、だというふうに思いますのでいずれにしても DAO というのはです、ねはい、今後世界でもしくは社会で大きな役割を果たしていくと思いますが、まあ、今までなかった形態なので例えばブロックチェーン例えばスマートコントラクト今までなかった仕組みなので、えー、なかなかです、ね、既存のルールでは収まりきらないし 既存のルールーに当ててはめてしまうとですねまさにその a o の良さ手軽さとかですね出入り自由とかですねそういう DAO の良さを阻害をしてしまうのでその既存の法律と DAO の特性をこうどうやってうまくバランスを取るかっていうところが大きな課題になっます。 え続いて、このハッカソンにおいては DAO の法人格取得について触れられていましたけれども日本における DAO の法人格の取得に向けた規制の改革は今後どのように提案ししていく予定でしょうか、まあ、まさに今回の DAO ルールメイキングハッカソンを通じてですね、はいえー、これ、いろんなやり方あると思うんですね。はい、例えば既存の仕組みいわゆる会社合同会社だとかですね、はい あとは民法上の組合、権利能力なき遮断とかですね、うん、まあまあちょっと難しいんですけど、はい、いろんな形態があるので、はい、その形態に当てはめて、えー、法人格を持たせるっていう方法もありますし、うん、その中でもですね、まあ、さっき言ったような DAO の特性をうまく生かすようなアレンジができないかという議論も 更、まあ、にはですね DAO に特化をした DAO に法人格を認める法律を作るべきだという考え方もありますので、まあ、法律作るとなるとかなり時間がかかるので、まあ、既存のルールをどう,こうマッチさせるか、うん、さらにはあの役所がガイドラインを出すっていうやり方もありますのでこういうやり方すれば大丈夫ですよっていうのもあるので、まあ、あらゆる方法を、まあ、検討をしてですねできるところからやっていきたいと思いますし。はい またの特性を最大化するためにです、ねまあ、最終形みたいなものもです、ね、イメージを持ちながら <laughs> 対応していきたいというふうに思っていますただ今の質問に少しあの関連しているんですが、うんはい、ハッカソンで平さんが強調された税制の問題、うん、日本の企業が DAO を開発して採用していくための解決策は何かあるんでしょうか。 まあ税制は法人格を持てば DAO が納税をするということになりますし、うん、それがなければ個々の人たちが納税をしなければいけないという話になるのでこの辺の課税関係はです、ね、あのちゃんと整理しないと参加した人たちはあの怖くてしょうがないという話になりますのでですからあ、まあ、ここは全体のルールの体系をどうするかというのもありますし 税金を,をこうなんていうんですかねあの取るために機能しているう当局がどういう考え方を持っているかといったことをですねしっかり示してガイドしてその透明性を高めるとかですねグレーゾーンを解消していくっていうまあ両方のアプローチがあると思いますので、まあ、今から決め打ちをせずに、はい えー、まあ柔軟にできるところからやっていく、うん、ということになると思います。うん、なるほど。ウェブ3はグローバルなエコシステムの上に成り立っていますが、新しいダウの法的な枠組みには国際的なダウも含まれるのでしょうか。まああの基本的にですね、あの世界中あんまりカチッとしたダウのルールっていうのはないんですよね。はい、もうとりあえずやってみようと。と、うん、既存の法律に照らし合わせて。 えどう適用するか例えば DAO だけだとやっぱりうまく回らないから別に株式会社も持ちながら株式会社と DAO を両方回していくというやり方もやっていると、うん、なので今,今は世界の共通ルールないんだというふうに思いますので、うん、まあ日本がそういう <laughs> あのルール化がうまくできればですね、はい、まあそれが一つのモデルになって世界に広がっていく可能性もあるというふうには思います。 あの直ちにでわれわれがルールを作ったからといってそれはすべての世界のダウンに当てはまるというわけでもないとは思います、うん、本当に今、スタート地点なんですね、うん、においてはやっぱり新しい発想なので、えー、なかなか既存の法律ででは定義しきれないところがあるということだと思います。わかりました <laughs> 日本の銀行は最近国境を越えた取引に尽力する可能性のある日本のステーブルコインプラットフォームの立ち上げを発表しましたが DAO での使用例をどのように見ていらっしゃいますか、まあ、あのこの Web3 においてはですね、はい、いわゆるトークンというものを発行して運営をしていく、はいはい、でまたそのトークン自体がまあ値上がりをする <laughs> ということ自体がですね 参加者のインセンティブになっていたりするわけでありますが、はい、ま一方で価格が乱高下するものですから、うん、まその価値っていうのは不安定なわけで、うん、ステーブルコインっていうのは法定通貨にペックをしているので、はい、まあその価値っていうのは安定的ですよね。うん、なのでそのいわゆるキャピタルゲイン狙いではなくて、うん、えまあ地道にいろいろな活動をして付加価値を生み出して。 それをを分配をするみたいな、まあ、あの地に足をついたビジネス活動にはですねこのステーブルコインというのは大変あの意味があるものなので、まあ、その DAO の活動においてもですね、まあ、そ,のそれぞれのブロックチェーンで発行した、まあ、ガバナンストークンとユーティリティートークンがあるんだと思いますけども、まあ、そこで、えー、ステーブルコインがですね交換可能になって、えー、皆さんのウォレットにですね入ってくるというのはですね、まあ、そういった意味では ダの可能性を広げるる効果があるだろうと思っていますなるほどまた平さんのチームはこのステーブルコインを合法化するために力を尽くされていますけれども現在の日本ではまだあまり多くの使用例というのはありませんこれがなぜだとお考えになっていらっしゃいますかということが一つとまた来年2024年には何らかの変化が見られるでしょうか まあこれステーブルコインはですね日本のステーブルコインはその規制当局の金融庁とまあ事業者がですねかなりしっかりとした事前の打ち合わせ話し合いを経てですね発行される本当にステーブルなステーブルコインなんですよだからステーブルコインっていってもステーブルじゃないステーブルコインがあったんでいろんな問題が生じたんですがまあ日本から出てくるステーブルコインっていうのは本当にステーブルなコインなので。 でしかもまあベンチャー企業もステーブルコインを計画してるしまた一方でその日本のメガバンクという非常に巨大などちらかといったらそのなんていうのか保守的なあ,あまりリスクを取らないような大企業までもがです、ね、これステーブルコインを発行するということを決めたわけなので、はい、まあこれはです、ねえー、ま,あま,まさに今取り組みが始,始まったばっかりサービスが始められる段階になったばかりなので いろんな可能性もあると思いますし実際はですね、まあ、私はできるだけこうクローズにしないように、うんえー、ですからパーミッション型といって仲間内だけでやるんじゃなくてパーミッションレスで開かれたステーブルコインにすべきだとでチェーンもプライベートチェーンじゃなくてパブリックチェーン的なあこう拡張性を持った仕組みにすべきじゃないかという意見はあの言わせていただきましたが。はい まあそ,っちのそちらの方向に進んでいるというふうに承知をしているので、はい、まあ今後期待したいいと思いますなるほど、うん、そして海外の銀行がクロスボーダー取引に日本のステーブルコインを利用するという方針はあるのでしょうかまあそれはちょっと海外の銀行に聞いていただかなきゃわからないんですが本当にステーブルなコインだし、はい、まあ円というのにペックをしているとすれば円も安定的な、はい。 えー、世界三大通貨ですから、はい、あそういった意味ではですね、まあまあ、日本というのはすごい真面目な国で信頼もされてますし、はいえー、今回まあ諸外国であったですね取引所の不祥事みたいなものも、まあ、今回は日本はありませんでしたので、えー、監督官庁と民間事業者がしっかりあのタッグを組んでセキュアな環境を作っているとでそういうとこから出てきたステーブルコインでありますから。 あの使い始めるとですね、まあ、一気に世界に広がる可能性は十分あると思います。なるほど <laughs> ただいまの質問と関連しているんですけれども USDT や USDC のようなステーブルコインは今国際的に多くの方々に利用されて多くの交換価値を保持していますが今後日本円ペッグのステーブルコインが個人の方または企業向けに世界中でこう利用されるようになる予定はあるでしょうかあその可能性は十分あると思います。 日本進出を目指している外国人投資家の方や団体を促進するためにどのような取り組みが今なされているんでしょうかあの特に税金、タックスの仕組みが大きく影響するんだと思いますが、はい、まあちょっと専門的になりますけれども、えー、と自社発行トークンの時価評価課税期末の時価評価課税問題というのがあってですね、はいうん この仕組みがあるために、はいまあ、スタートアップ企業がブロックチェーンで自らトークンを発行し、えー、そのトークンを売却をして資金調達をしたとしても、まあ、手元にある一定のガバナンストークンを持ってるとですね、はい、それが高い評価を受けて、高い税金がかかってしまうという問題が日本にはありました。なので日本のスタートアップは、 みんな外出てっちゃったわけですね起業する時にシンガポールとかですねまさにシンガポール移住促進税制になっていたんですが去年の税制改革議論の中で、えー、これはもう解決をしましたので今年の4月1日から、えー、その自家評価課税はなくなりましたとでさらに言うとその自社が発行したものの自家評価課税はなくなったんですけども他社が発行したトークンつまり その起業した人の発行したトークンに投資をするとか、まあ、彼らと一緒に事業をやるんで彼らの発行したトークンを持って一緒に事業をするとかまあそういった人たちは自家評価課税が残ってたんですね。でこれは他社発行トークンの期末自家評価課税問題なんですが、まあ、ちょっと今日の時点で 完全に結論は出てないんで後で編集をしてもらってたと思いますが数日のうちにこの他社発行トークンの期末自価評価課税はあなくなるということになりますなると思います、はい、なので、えー、そのスタートアップが発行する方もそこにお金を出したりそこで一緒に事業でアライアンスを組んだりする人たちも 自家評価評がなくなくくるのででようやくですねそのウェブ3界隈で、うん、日本で企業がしやすくなった、うん、日本のウェブ3スタートアップに投資がしやすくなったそういった日本のウェブ3スタートアップと事業連携しやすくなったオープンイノベーションが起きやすくなったという環境がですね来年実現しそうなのでこれは大きなあのニュースだろうと思います。うん なるほどまあ、まだまだあの日本ってかなりあの遅いですよねこのまあ遅いっていうか海外早いわけじゃなくて彼らルールーなくてもどんどんんんやっちゃうんですよねそれ,でそれは英米法っていう仕組みで我々大陸法なんで結果何が起きたかっていうととりあえずまあやってしまってその後司法で解決なんで今アメリカでは。 なんか自由にやってたら後からあれれだよってて言われてるわるけです日本はまあカチッとしたルールがあるので <laughs>、はい、そのルールさえできてしまえば、はい、そのルールに従ってやってればですね、うん、後からあれダメだよって言われることはないので、うん、そういった意味ではですね、まあ、その初動のところはルールがないのにできる国とルールがないとグレーゾーンになって。うん <laughs> コンンプライアンスで動けなくなくってしまうって言えば日本の特性と両方あるんですが今着実に日本はこういったレギュレーションとか税の仕組みを整えてきているのでまあ安心して企業側でできるのは日本だということだと思います。じゃあ来年はかなり躍進できると思っててスタートアップ Web3 界隈のスタートアップのエコシステムは整いつつあると言っていいと思います。ただまだま課題は残っていてい いわゆる暗号資産、うん、トークンの売却益に対する課税と、はいうものは,です、ね、それはシンガポールとかです、ねえー、ドバイとかとはあ違う仕組みになっているあの,、うん、のでこれをどうやって、えー、証券税制と同じように近づけていくかとかです、ね、いくつかまだ課題は残っているというのが現状ですね。うん、なるほど <laughs> シンガポールや香港あるいは台湾とは違って Web3 の業界への海外からの参入は、まあ、日本ではあまり今見られていないんですけれども規制が厳しすぎるあるいは厄介だと思っている方が多いようなんですがこの点についてはどうお考えでしょうか、まあ、規制というよりは、まあ、日本の規制体系はきっちりしているので、はい、アメリカみたいな問題は起きないという話でですね、うん、で一方で、まあ、香港とかシンガポールはですね。 あの本当に小さい国なのでどうやって海外からそういう,なんていうの投資家とかスタートアップの起業家起こす方の業の起業家を集めてくるかというのは彼らは国家戦略なんで税金をディスカウントして集めるっていうあの国家戦略なんですね。で我々は G7 の国は、はい、<laughs> やっぱりさすがに彼らと同じ税体系にはできないのでだからそこはあまあ 彼らと同じ水準になることはないですがただまあ安定的な環境でビジネスを展開することができるということだと思います。うんなるほど 次はあの質問というよりは平さんからメッセージをいただきたいというあのことなんですがこのアジアウェブ3アライアンスジャパンは日本を Web3 の中心にするというビジョンのもとに設立をされたアライアンスでございますこの Web3 ホワイトペーパーにインスパイアされてアジア日本そして世界の架け橋となることを今目指しています私たちは Web3 の発展に貢献してそれぞれの国のビジネス関係を強化するために海外と日本の著名なボードメンバーを集めました ぜひ平さん私たちのアライアンスへのメッセージをお願いいたしますまああの我々ホワイトペーパーという形で、えー、世界にです、ね、日本のスタンスを発信をしまた税制改革においてもです、ね、それなりの成果を得ていますただ我々だけではですねやっぱり世界への発信またウェブ3界隈の関係者に対する発信が十分ではないのでぜひ、まあ、いろんな民間団体の皆さんにですね 今、日本はこういう状況になっているよということをですね、まあ、関係者にぜひ発信をしていただきたいというふうに思いますしまた来年、新たなホワイトペーパーも出す予定になっていますので、はい、そういったところもです、ねまあ、日本のお与党の自民党はもしくは自民党のウェブ3プロジェクトチームは今、こういう方向で動いているとこういうことを考えているというのはぜひあの皆さんのお仲間や世界の皆さんに発信をしていただければと思います。 では、えー、次が最後の質問なんですが、はい、平さんは過去に業界のためにウェブ3技術の合法化と、えー、規制に最大限の努力をされましたズバり来年2024年の目標を教えていただけますか、まあ、ウェブ3のです、ね、可能性といったものはです、ね、我々ウェブ3 p t の中では全く揺らいでないのでさら、はいえー、に言うとです、ねまあ、税制改革も相まって。 えー、まあ起業もしやすくなったしそういった起業をする人たちにお金も出ししやすくなりました、えー、さらに言うと日本というのは、まあ、アナログのの価値ていいっったもろろ持ってるわけですね例えば、はい、今日「ミシェラ」の発表がありましたけど証が一番星のあを持っているレストランが多いのは日本であるし例えば観光体験だとかですね、まあ、その伝統的なお祭りの体験だとか。 まあ有名なのはニセコのスキー場のパウダーソロとかいろいろあるんですが、まあ、こういったアナログの価値をグローバル価格に引き直すときに例えばですね一つの例として、まあ、ブロックチェーンをベースにした NFTNFT がまあ転売されることによってグローバル価格にえ引き直されるというのがありますので。 日本のポテンシャルを最大化する意味でもですねこういった Web3 ブ,ブロックチェーン、NFT というものはですね有効だし、まあ、一番最初に質問にあったように DAO という組織もですねそこで一定の役割を果たすわけで、まあ、DAO のルール化もしていきたいと思ってますのでそういった意味では、まあ、日本の経済成長にとっても Web3、まあ、は重要だし Web3 関係者にとってもですね まあ日本はさらにあのビジネスがやりやすくなるもしくはいろんな取り組みがやりやすくなるというふうに思ってますので、まあ、いろんなそういった施策とか皆さんの思いが顕在化する1年にこの Web3 ブロックチェーンから始まってこう本当インターネット以来のなんかすごく大きな革命だと聞いていますので。うんはい どどどどん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 これから変わってきそうですよね,ま,あそうですねまた生成 AI みたいなのが出てきましたのでその先にあるメタバースですね、はい、まあそこを一気に進化をしていくと思いますし、うんうん、またアバターみたいなものが、はい、あの人間じゃないアバター、はいはい、ベースがあのバックが AI のアバターも出てくるだろうし。 そこにトークンエコノミーというのがビルトインをされると経済圏として発展するんですが、はい、先ほども言ったようにそこにステーブルコインみたいなものも入ってきますので Web3、まああの,の可能性は結構あちこちにあってですね、そこで期待が高まっていたわけですけども、まあ、いよいよそれがですね本格的に花開く1年になるのではないかと思っています。 えー、平さん、今日は貴重なお時間いただきまして、たくさん貴重なお話をありがとうございました。 2024年に向けまして日本の Web3 市場がイノベーションを軸に世界規模で盛り上がっていくことを心から期待しておりますそして平さんのような専門家の方々へのインタビューにご興味のある方はぜひ YouTube チャンネルの「いいねシェア」チャンネル登録をぜひお忘れなくそして NFT スタジオ24ポッドキャストシリーズ2024年にもどうぞご期待くださいではここでお別れいたしますまたお会いしましょうさようなら